6月11日、夕の御言葉。そのところで神は弓に継がえる火や、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。詩偏76編3節私たちのあがない主の完了したという輝かしい叫びは、主の民に敵対する者への嘲笑であった。すなわち主は、弓に継がえる火や、 盾と剣、また戦いを打ち砕かれたのである。ゴルゴダの勇士を見よ。死は十字架を鉄床とし、その悲しみをハンマーとして、私たちの罪の一束一束、また火矢を粉々に打ち砕かれた。そしてあらゆる基礎上を踏みにじって無効にされた。この力ある破壊者は、伝説の雷神の大槌よりも、はるかに重いハンマーで、 なんと輝かしい打撃を加えられたことであろう。悪魔の矢は粉々になって飛び散り、地獄の盾は陶器のように打ち砕かれた。見よ、地獄の技術を尽くして作られた鞘から、主はサタンの力のこもった恐るべき剣を引き抜かれた。そして、その剣を膝に当てて、焚き木にする枯れ木を折るように、たやすく折って、 火の中に投げられたのである。見よ。今や信者の罪がどのようなものであっても、それは致命傷とならず、どのような非難も彼を殺す剣とはならない。なぜなら、私たちの罪の罰は、キリストによって担われ、私たちのすべての不義に対する完全なあがないは、私たちの尊い身代わりであり、保証人であるお方によって成就されたからである。 誰が今私たちを訴えるのか誰が今私たちを罪に定めるのかキリストは死んでくださった。いや、よみがえられた。ローマ人への手紙、八章三十三節。イエスは地獄の矢筒を空にし、すべての火矢を消し、一切の怒りの矢の矢尻を折られた。地には一面に、 地獄の武器の破片が散乱している。それは私たちに以前の危険な状態と現在受けている絶大な救いを思い起こさせるためである。罪はもはや私たちに対する支配力を持たない。イエスは罪にとどめを刺し、永久に罪を取り除かれた。おお、私の敵、お前は永久に滅ぼされた。人々よ。 主の驚くべき見業のすべてを語れ、主の皆を語る者よ。日中も、また太陽が没した後も、黙していてはならない。おう、私の魂よ、主を称えよ。